ということでね、本日はラジオで配信します。今日はねお休みだったんですけど、お休みだったんだけど、昨日ね、そう、飲んで帰ってきまして、はい、飲みに行ってね、ちょっと遅くに帰ってきたので、そう、まあなんかそれもあって一日中寝ていました。はい、ずっと寝てたね。疲れ取れたかな、わかんない。そう、マジでずっと寝てたもん。そう、何時に起きたんだっけな。なんかまあ10時くらいに目覚めて、そうで起きてリビング行って、そうでリビングで1時過ぎまでまた寝てて、で起きて、その後2階上がってきて5時まで寝てた。本当だから今日ね何もしてない。だから 朝も昼もご飯食べてなかったし、夜だけね食べましたね。まあ本当にすごいよね、夜も全然寝れそうなくらい眠たいんだ。そうそうそう、本当に寝てた寝てた。今日はいっぱい、なんか買い物行きたいなとか思ってたのにな。全然なんもできんかった。こんばんは。ね、本当に。眠けよ。でもそんなにたくさん寝れる自分にびっくりするよ、本当に。いいことだ、いいことだ、多分。何も一日できてないし、ご飯すら食べなかったけど。そう。夜ご飯だけ食べて、そう。朝昼、寝てて食べてないけど。まあ、お腹も空かなかったんだよね。そう、でも私昨日の夜も飲みに行ったけど、そう、別にご飯すごい食べたかって言われたらそうでもなくて、やっぱり基本的になんかお酒をすごい飲むので、果物とか食べてたけど、そう、なんかお通しで出た。そうね、疲れたな、疲れたけど楽しかったな。そう、マジでお酒メイン。こんばんは。
ていうね、なんか本当にそんな感じでした。うん、骨なっちゃった。まあだから今日はのんびり、はい、まあできてよかったのかな。うん、部屋ぐっちゃぐちゃだけどね、なんかお布団がお布団がね、そこら辺になんか散乱している。布団が散乱するって言わないけどさ、なんか適当にわーってってかぶってたんで、こんばんは。まあだから今日多分のんびり歌歌って、うん、配信終わるので、うん、本当に話すことがない、寝てたしかない。へへへへへ、今日はずっと寝てました。でもね、もう10月も終わりそうだし、早いよ。もうあと今年も2ヶ月くらい、すごっね。忘れようとすることで思い出されるから、僕は巡り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 巡ってく。止まった時計の前で立ち尽くすのはやめよう。いつまでも君といたいと強く強く思うほど、いてもたってもいられなくなるよ。僕は君は太陽、手をつなごう、僕らはここにいる。今鮮やかなシンフォニー、七色シンフォニー、一人じゃ出せない音があることに気がついたよ。泣いて笑ってドレミファソン、思い響き合うシンフォニー。白いため息はいつの間にか空に消えて、見上げれば桜はピンクのつぼみをつける。僕は巡り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 巡ってく。喜びも切なさも背負って春を待っている。不思議だよ君の笑顔は、モノクロームの街を色鮮やかに染めてゆくんだね。
中を抱きしめよう、僕らはここにいる。空に花びらひらり、春色シンフォニー。今しか出せない音があることに気がついたよ。君がいるから笑えるよ。時を分かち合うシンフォニー。声ガラガラだ。使い普通の日々のメロディ、その全てを名曲にするんだ。そうまるでチャイコフスキー、勇気に満ちた音をくれるんだ。今鮮やかなシンフォニー、七色シンフォニー。一人じゃ出せない音があることに気がついたよ。駆け上がるようにドレミファソ、僕が奏でてるメロディ、君が奏でてるメロディ、思い響き合うシンフォニー。いやー本当にね、あれだね、あっという間だね。1年があっという間に過ぎていく。あっという間すぎてびっくりだよ。今年どんな1年だったかな。いろいろあったな今年も。いろいろあったな。もう毎年何かしらあるけど、いろいろあったな本当にって思いながら。でもね、まあイベントごとはたくさんあるし、これからクリスマスは私そんなないけど、別にまあね、お正月とお誕生日もあるし、まだはーい、あーまあ来年の話だな。でもそうそうそう、本当にか、来年は なんだろう来年は壁
かなってらしくない言葉が浮かんで寒さが心地よくてあれなんて恋なんかしてんだろうせいやだなんだと繰り返す歌とわざとらしくきらめく街のせいかな会いたいと思う回数が会えないと痛いこの胸が君のことどう思うか教えようとしてるいいよそんなこと自分でわかってるよサンタとやらに頼んでも仕方ないよなできれば横にいてほしくてどこにもいてほしくなくて僕のことだけをずっと考えていてほしいでもこんなことを伝えたら格好悪いし長くなるだけだからまとめるよ君が好きだ曲とかぶって話が聞こえないあれそんなにバグかバグじゃない？あれ違う？私曲流しながら喋ってないよね、多分。はしゃぐ恋人たちはトナカイの角なんか生やしてよく人前でできるなが喜ぶプレゼントってなんだろう僕だけがあげられるものってなんだろう大好きだと言った返事が思ってたのとは違ってもそれだけで嫌いになんてなれやしないから星に願いをなんてさがらじゃないけど結局君じゃないと嫌なんだって見上げてるんだかぶってたところごめん私今日多分ポンコツなの全然何喋ったかわかんないな何言ってたんだろうマジでごめんポヨンとしてんのずっと寝てたからあの時君に出会ってただそれだけで自分も知らなかった自分が次から次に会いたいと毎日思っててそれを君にしてほしくてすれ違う人混みに君を探している日は他の誰かと笑ってるかな胸の奥の奥が苦しくなるできれば横にいてほしくてどこにもいてほしくなくて僕のことだけをずっと考えていてほしいやっぱりこんなこと伝えたら格好悪いし長くなるだけだからまとめるよ君が好きだ聞こえるまで何度だって言うよ君が好きだThank you.
いやマジ今日ポンコツだ、ポンコツすぎるマジでごめんね、本当にポンコツ今日きっと。今からゆるケーキ、ケーキのイベントなんかあんの？でも来週からねイベントやるから疲れてるんじゃないの？今日一日中寝てたの私。そう昨日の夜飲みに行って遅くて帰ってきて、ちょっとね遅く帰ってきてずーっと寝てたの。5時まで寝てたんです、12時ね。はい、まあちょこちょこ起きてはいたけど、はい、何度寝もしたので、はい、くてとていつものざわめき、新しい風明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人になってくその季節が悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。引くその役目が僕の使命だなんてそう思ってた。だけど今わかったんだ、僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる。君が大人になってくその時間が降り積もる間に僕も変わってく。例えばそこにこんな歌があれば、二人はいつもどんな時もつながってゆける。焦る僕ほどけるって、離れてく君夢中で呼び止めて抱きしめたんだ。君がどこに行ったって僕の声で守るよ。君が僕の前に現れた日から何もかもが違く見えたんだ。朝も光も涙
も歌う声も君が輝きをくれたんだ。抑えきれない思いをこの声に乗せて遠く君の街へ届けよう。例えばそれがこんな歌だったら僕らはどこにいたとしてもつながってゆける、oh, oh, 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 oh. 君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから、遠くで灯る未来、もしも僕らが離れても、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立
達の日手を振るとき笑顔でいられるようにひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部返したいけれど君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。ためにできることが僕にあるかな。いつも君にずっと君に笑っていて欲しくてひまわりのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部これからは僕も届けてゆきたい本当の幸せの意味を見つけたから。お腹すいた。え？お腹すいた。あれ？食べたよ。食べたけどお腹すいたの。あなたに会いたくて生まれてきたんだよ。今伝えたいんだよ。私はただ私はまだ何が食べたい？何でも食べれる。始まりの朝が来る宝物を探すけどいつの間にかすぐそばにあることを忘れて今日も浮かんでます。思い出は歩いてきた証だとこの傷が教えてくれ当たり前に進んでゆくみんなについていこうと頑張ってます。汚れながら泳ぐ精の中で迷くぞここまで大事にして抱えてこれましたね。
まだ消えちゃいないよ、ちっちゃな希望を何とか信じて、信じてほしい。裏切りが続こうが、大切が壊れようと、何とか生きて、生きてほしい。ありえないほどに、キリがない本当に、無駄がないほどに、我らは尊い。ラーメン食べたいな。さみしさの会話ない。気もいつかは溶けるけど、鳥の群れは明日へと飛び立つが、私は今日も小さくなってます。ゆらり揺れながら産声が聞こえる、繰り返してる春、大事にして語り継いでくれましたか。まだ伝えてないよ、今日の分の大好きを、未来でも変わらず届けられますように。この夜が終わるその日に、明日の予定を立てよう。そうやって生きて、生きてみよう。ありえないほどに、キリがない本当に、無駄がないほどに、我らは尊い。踏みしめる大地に、重なるは藍色に。ありえないほどに、キリがない本当に。食べない食べないけど、消しちゃいけないよ、ちっちゃな希望を、迷わず信じて、信じてほしい。暗闇が続こうと、あなたを探してたいんだから、生きて、生きててほしい。ありえないほどに、キリがないほどに、めくるめく世界に膝を抱えてたり、誰しもどこかに弱さがあるように、疑わないほどに、我らは尊い。そしていいからさ、何気ない今日をただ愛してほしい。スタスタになった心もほら、すっと花を咲かすから、繋いでほしい。お仕事戻ります。いってらっしゃい、気をつけて、体調気をつけて、寒いからね、あったかくしてね、風邪ひかないように。ありがとうね、来てくれてね。
みんなさ、みんなさあのさ、1週間の中で曜日があるじゃないか。月火水木金土日、どれが好きっていう、今ちょっとね、私のなんかその好きなねインスタの人がいるの。すごいワードセンスがすごく光り輝いている、すごい面白い方なんですけど、そう、はい、その人がそう、なんか好きな曜日はなの話をしてたので、そう、みんな何が好き、どこが好きなのかなってふと思ったっていうだけ。金曜、日曜、金曜、水曜日すごい理由が斬新でした、ありがとう。そんなことを言ってくれるなんて嬉しいわ私。そう、まあ水曜日がお休みなんでね、なあ、出かけて写真撮ったりしてることがあるので、それはそうかもしれない。いやでもね、最近なんか漏れなくて写真が、そう、お写真漏れなくてね、あれも休み前の夜がいいんじゃない、いや休み前の夜じゃなくて休みがいい水曜日が好きです、私も水曜日が好きです、お休みだから。いっぱいストックあるって言ってたのに、いやなんか、いやあげようと思ってたんだよ、あげようと思ってたんだけど、ってなって、そう、そうってなったから、どうしようってマジ語彙力今日のやばい、ぼーっとしてる今日。出そうと思ってたんだよ、思ってたけど、うんってなったの、って大丈夫そう今日の私、明日仕事行ける？行くけどね、ポンコツすぎるな、ちょっとね、語彙力終わってる今日は、なんだよ、うーんって本当にもう困ったもんじゃ。
まあまあまあ、そうそうそう、今日はね語彙力もお休みということで、うん、平野ひかるもお休みだし、平野ひかるの語彙力もお休みっていう。そう、全体的にね今日はねお休みなので、何の話してたの？私の語彙力がお休み中だよっていう話。語彙力が今日ダメなんです、もう何も言葉が出てこないみたいな、そんな日です。ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕にたりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を追う君へ、思い出してつまずいたなら、いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃないと僕は思うんだよ。誰よりも転んで、誰よりも泣いて、誰よりも君は立ち上がってきた。僕は知ってるよ、誰よりも君が一番輝いてる瞬間を。夢を追う君へ、思い出してくじけそうなら、いつだって物語の主人公が立ち上がる限り、物語は続くんだ。曜日を聞いたのは、なんか私の好きなインスタグラマーさん、なんだその方のがその動画で、あのちょうど好きな曜日は何ですか的な話をしてたので、聞いてみようかなと思っただけで、本当に意味ない、特に意味はございません。今日はそういうなんか変な人なんで許してください、気にしないで。嬉しいのに涙が溢れるのは、君が歩んできた
道のりをしているから、夢を追う君へ、思い出してつまずいたなら、いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃない、君ならきっと。本当にあの私の好きなインスタの方は、前も紹介したんだけど、人生ちゃん ② っていう人なんですけど、そう、この人がすごく好きでして、私語彙力があの神ってるので、マジですごい面白いんですよ。うん、そう、大好きなのでぜひ見てください。私ほんと定期的にさ動画全部見るのそう、あ、もちろん新しいのも見るんだよ、更新されたら見るんだけど、そう、なんか定期的に本当に、あ、いいなと思って、そう、投稿されてあるやつ動画全部見る、下から上まで、うん、そのくらい好きなんです。インスタです、人生ちゃんっていう。そうなんです。うん、なんか、まあ、何人かいるんだけどね。そう、この人の好きだなみたいな。今の私の一押し。ソフラボン、あ、忘れてたやだ、昨日買おうと思ってたのに忘れてた。ねえ、今日はどこも出てないし、ずっと寝てるし、買わなきゃ。本当にもうないの、もうないの。だ、今日はね、もう手抜きすぎて、お風呂入ってさ、おは、あの、お顔のケアも何もしてないの。そう、もう今日は何もやる気起きんかった。そう、
お顔のケアもしてないし、いつもみたいなねストレッチとか筋膜ローラーもしてないし、そう、なんか忘れてたよ普通に。いやそんな日もあっていいんだよ。いやいいんだよ、全然気にしてない。今日は本当にマジポンコツだから、もう別に何してもいい。うん、何でもいい何でもいい、もう別に気にしない気にしない。さあポンコツポンコツ。何もしない気はだから、とりあえず寝る。今日とりあえずいっぱい寝る。こんばんは。なんか話すことあるかな、みんなに。土日って荷物届く？わかんない。わかんない。どうかな。あんまり。ラジオなのにさ、全然喋んないじゃん私。本当に困ったね。いや何もしないよ。うん、何もしないしない。うん。まあね、今日はのんびりだよっていう。二日酔いになったよ。だって昨日酔ってたもん、ちゃんと。そう、明日仕事に行くのが怖い。別記憶がないとかではないんだけどさ、そう、でも酔ってたし、そう、二日酔いもしましたよ今日は。だってちゃんぽんしたもん、すっごいちゃんぽんしたし、日本酒も飲んだし。何飲んだ私、ハイボール飲んで、ウーロンハイ飲んで、日本酒飲んで、ウーロンハイ飲んで、なんだっけな、ハイボール飲んで、その後にで、ウイスキーのロック飲んで、ハイボール飲んで、はい、ちゃんぽんしてました。酔うよね、そりゃ酔うよ、私酔わない人じゃないもん。
ャンポンしすぎやねん。ね、酔ってました。日本酒？日本酒そんな飲まないよ。私あんまり好きじゃないんで。そう。ただなんか一緒にあの飲みに行く人がいつもあの飲むので日本酒。そう、おチョコもらって、いつもじゃない。私は飲まないけど、そう昨日はそうおチョコもらって飲んでた。うん。だからね、まあダメなんですよ、ほんと。いやー、だからさ、仕事行くの怖いんだよ。何もしてないと思うけどさ、私そんな、してないんだけど、そう、お酒飲んだ後ってさ、やっぱりちょっと会社違う、仕事行くのってなんか不安だよね。ね、いや、まあ昨日は本当にあの、飲みすぎた自覚はある、ちゃんぽん飲みすぎやりすぎ、ほんまに。そう、ね、武勇伝になんかならんわ。私は黒歴史になるだけさ。こんな感じだったんだ。大概みんな気にしてないもんだよ。そうだよ、多分気にしてないし、なんならみんなお酒入ってるから覚えてるかどうかもわかんないの。私がね、こんな性格だから、なんかあれ、あー、なんかすごい気にしいで、あ、こういうこと大丈夫だったかな、なんかうーんってなるけど、そうなっちゃうだけで、多分みんなそんなさ、人のさ、一言一言なんて覚えてないしさ、話してるときに。私も会話の内容なんか全部覚えてるわけじゃないしさ。そう、お酒飲みながら話してて、そう、だから別に気にすることでもなんでもないんだけど、そう、そういう性格だから気になっちゃうんだよね。っていうね。ディズニー行きたい。急に。例えばズラを取ったとかならわかる。さすがにね、そんななんか覚えてないけど、ズラなんか、そんな記憶ないけど、ズラ取ったっていう。やってたらやばすぎ。怖。ズラじゃないと思うから大丈夫。に誰と行く？わかんない。ディズニー行きたい。
でもユニバも行きたいなって思うしさ、行く人いないから行かないけどさ、うん、行きたいなって。何に乗りたい？あ、なんかこれっていうのない？なんかその雰囲気を味わいたい。やっぱりなんか楽しいじゃん、あの雰囲気が。夢の世界、夢のような、うん、そう、なんかいるだけでワクワクするから。そう、ジブリパークもそう、行きたいの。ハチカ、ハチカ行こうな、ハチカ連れてってくれ。うん、そうなんさ。まあ、なんかどっか行きたいんだよね。どっか行ってなんかして楽しみたいんだよねっていう。旅行に行きたいってこと？うん、まあお友達と旅行に行きたい。あんまりさ、ないじゃん。私は しかしはそう、まあ行くんだよ今月もね。なんかまあ今月じゃねえや、来月、来月か。まあ行くんだけどね、うん、いや国内だよ、国内しか行ったこと。本当は韓国に行きたいの。うん、お洋服とか見たい。あとお料理が食べたい。あとスイスに行きたい。なんでそこでスイスってなるやろ。私ね、あの自然がすごい大好きなのさ。そう、自然がすごく大好きなんだけど、なんかスイスってさ、ほらアルプスの少女ハイジみたいな、ああいう世界観があるじゃない。そう、ああいう系がね大好きなの私。行きたい、物価高いって聞くけどね、すっごい。誰か連れてってスイス。喋れないから何語か分からんけど。そう、こんばんは。英語話せば、英語話せないもん。英語話せないんだもん。ねえ。
スイスはイタリア語、ドイツ語、フランス語、ロマンシュ語って初めて聞いた。英語やないやん英語やないやん。まあスマホがあればなんとかなるは、まあ本当にそうなんだけどね。そう、外国の方来られるよ、ちょっとお店にも喋るよ、頑張って。喋ってはないな、喋ってはないけど、まあ聞き取りができるからね、なんとなく。なんとなく話して、オッケーオッケー、はい、オッケー。今何時だ？9時9時だね、もう。という間、聞き取れない話だよ。聞き取れって言っても、まあなんか大体お店で決まってるじゃん。なんかあ、こういうこと聞かれるよね。そう、だから分かるっていうだけで、全部聞き取れるわけじゃないよ。小学生のしたい仕事ナンバーワンパン屋さん。いいじゃん、いいよパン屋さん。私もパン屋さんしたいな。というかなんかさ、何回も話してるんだけどさ、なんかまあその飲食店をちょっとね、個人経営の飲食店をやりたいんだよね。なんか飲食店、なんかまあ何か分からんけど、お菓子なのかパンなのか、まあなんかあの普通に和食とかのお店なのか、なんかね創作料理のお店なのかはなんか分からんけど、そういうの憧れるんだよね私。パン屋さんいいよ、なんか焼きたての香りかけるのって最高じゃない？お腹すくね。うん、絶対オーブン開けた瞬間の匂いとかさ、もう最高じゃないかさ。でパン大好きだし、朝4時からだったから続かなかった。そうなんだよ、そう朝4時って早いよね、朝は早い本当に。あとはパンは本当になんかね、気温とか湿度とかによってなんか結構変わってくるから難しいんですよね。そうなんか、だから配合が変わるとか、水分量を変えなきゃいけないとか、あの発酵時間がとか発酵温度がとか、ね、結構ね難しいんですよねパンって。そうそうそう、難しいのです。ただまあいいなとは思う本当に。私さ、ガーリックトースト最近すごい好きだからさ、ガーリックトースト作りたい。そう本当にケーキ作るときは楽しかった。いいね、なんかいいよねそういうなんか料理するって。お菓子作るでも大好きだなそういうの。そんなさ、大きいお店じゃなくていいさ、なんかあのこじんまりとしたお店でよくてさ、そうなんかやってみたいけど、まあ多分分からん。なんか調理師免許は欲しいよなちょっと、憧れる。うちのねおばば持ってますからね。そうおばば持ってるんですよ。
調理師免許。今何目指してるんだっけ。私言ってないよ、何目指してるかは。うん、言ってない、言ってない、誰にも言ってない。いや誰にもじゃないわみんなには言って、うん、みんなに言ってない。うん、秘密。まあただね、まあまだ全然あの叶いそうにないけど、うん、だからね瞑想中なんだ。もう私は何をしたらいいのかがわからない。将来何をしているんだと思いながら仕事をしています。最近はそう、何の仕事してんのかなって。そうまあね、何するんかね、私は本当に不安だね、将来が。私だってもう22歳になるんだよ。そう、もちろんその目指しても悩みがあるのはそうなんだけど、私はもうそれ以前の問題だよねっていうお話なの。そう、なんだ、何の音だ、誰だ。おお、はいはい。なんか何になりたいのかも分かんなくなっちゃってね。そうで、やっぱりなんかね、いろいろね、現実的に見た時にさ、やりたくてもできないことっていうのは出てきちゃって、それが今私の中でやりたいことの一つな、やりたいことなの。でも基本的にその現実的に見た時に今できないよねって今っていう、そう、そういう。だからなんかバイトね2つしてるけど、私はいろいろやってるけれども、そう、何し、将来何するんだろうなって思いながら、そう考えながらいるのね。そうだから、なんか人生って難しいよね。ねえ、だから何を目指すのかもわからん、まだ。ねえ、いやーね、そう、若いんだよ、22歳ってね、若いんだ、分かってるんだけどね、そんなこと言ってたらあっという間にね、アラサーになっちゃうねんあっという間にアラサー来ちゃうねん。あー、待って待って、痛い。そう、だからね、まあ日々いろいろ考えながらいます。唇の乾燥が深刻、痛
たい。あれだね、多分ね、あれだね、理想が高いんだな私がな。テレビ今見れない。うん、本当に理想が高いんだ。私がね、あれなんだよ、どれなんだ。パン美味しそう、見たかったな。ね、いや、まあなんかね、ぼちぼち考えて頑張るさ。ね、本当にぼちぼちだよ。なんかわかんないけど、なんかもう自分のしたいこともわからなくなってきて、またね。でもなんか今のバイトも楽しいしね、うん、そう、楽しいのでね、うん。すごい雰囲気が、私がさ、なんかこんなのんびりしたテンションで話すからさ、すごいさ、すごいさ、なんか重たい話になってるけど、別に重たい話でもないからね、気にしないでね。そう、今で、まあバイトも楽しんでるよ。まあそういう悩みもあるけど、そう、いろんなお洋服着てね、そう、お仕事行ってるっていうのはね、すごく楽しいよ。うん、うん、いやー、明日ね、焼き芋を食べるの。うん、話変わるよ、ごめんね。そう、さっきマミーが焼き芋作っててさ、そう、 LINE が来たの。甘くて美味しいよ、さつまいも焼き芋美味しいよって。そう、だから明日食べるの、家で。
そうだよ、あのトースターでできるんだよ、トースターとかオーブンとかできるんだよ。そう、さすがにね、あれだよ、あの葉っぱ集めてみたいな無理だよ。うん、焼き芋美味しいの。なんだっけな、品種紅はるかなんだっけ、ちょっとそう、あのみたいなやつがね、私一番好きなんですけど。そう、確かなんかちょっとしっとりめの焼き芋になるんですよ。そう、私ね、あのホクホク系よりちょっとなんかねっとりしっとりした感じの、そう、お芋の方が好きなので。そう、食べたいお芋。さつまいもってね、いいんですよ。 GI 値だっけが低くて、食物繊維もあって、そう、食べ過ぎはね、そう、あんまり良くないけど、そう、食べるとね、腸内環境が良くなるよって言ってね、そう、美味しいんですよ。あんの芋はね、そんな食べないんです、私。そう、紅はるか、うん、だった気がするか、好き。うん、美味しいんです、本当に。ね、うちのワンコさんも好きなので、桃と梅も、そう、お芋好きなので、ちょいちょいね、買ってきて。うん。まあ、だいたい蒸して置いとくことが多いんだけど。そう。でも、焼き芋ほんと簡単なの。もう入れてほったらかしとくだけ。うん。そうなのです。いいよね、秋はね、おいしいものがたくさんだ。冬も、秋冬がおいしいものたくさんでいいよね。うん、おいしい。こんばんは。そう、食欲の秋。冬はね、やっぱりお鍋とか食べるとね、ほっこりあったかくて美味しいし、うん、いいよね。ご飯が美味しいって幸せだよ。うん、本当にねえ、前ちょっと寒くなるのは嫌だけど、またこれから。だしさ、寒がりだからさ、そう、寒がりなので、そう、寒くなられるとね、ちょっとね、困っちゃうんですよね。困るって言うてもしゃあないねんけど。うん。まあ、だからみんな風邪はひょんとひかないようにね。そう、お出かけしたいのね。お散歩、ちょっと遠出してお散歩したい、もうめと。前だっけ、なんか今年さ、なんか雪がすごくなるかもって聞いたんだけどさ、
そう、嫌だね。そう、あ、平年並みなの。いやでもなんか雪が、多くなるって聞いたよ。まあなんかわかんないけど、そう、多い。まあわかんね、結局ね、やってみないとわからんないけど。まあでもさ、やっぱり雪が降るとね、ちょっと出勤にもちょっと関わってくるからさ、私降らないでほしいんだよね。そう、困る。仕事行きづらいじゃん、だって。そう、もうね、そう、たくさん積もるとね、そう、仕事行けなくなるんだよね。そう、仕事行けなくなるし、本当になんか自分の家だけ除雪したからといって、そう、なんか仕事出れるわけでもないので、結局ね、そう、困る。やだ。私歩いてく時もあるからさ、なんかみんな心配してた。だから仕事場の人、そう、どうかなって言って、うん、にゃ、もう23分だね。そしたら今日これで配信終わろうかな。こんなゆるい配信でごめんね、今日。ゆるーゆるーゆるすぎる配信でごめんね。ティラミス味が美味しいの。私ね、ティラミスをね、あんまり食べないので、そう、食べれるかわからんけど、シュガーバターってほんと美味しいんだよね、どれもね。そう、基本的に外れたことはない。まあね、そう、こんな日もあります。まったりできたならよかったです。よかった。ごめんね、本当にポンコツすぎて何言ってるかわかんねえかもしれない。わかんねえってなってたらごめん。私でも自分で話しながらさ、なんか、なんだろう、その、私が自分で話してんのにさ、
あの右耳から入って左耳から抜けていく的な、なんかもうスーッと抜けてって、あれ何喋ってたっけみたいな、そんな感じなんですね今日は。ごめんね、今日送った？じゃあ食べてみる。うん、食べれると思う。シュガーバター基本的に何でも食べれそう。そうそう。はい、そんなね、ちょっと今日はポンコツでした、すいません。ということで、まあね、ランキングいきますね。13位母さん、12位土、3時なにゃかみやし、3時ななた、3期ふみくんさん、ふみさんふみさん、8位桜のお友達さん、あ、ちょっとランキングかと、もう一回いくね。13位土、32位なにゃかみやし、3時ななた、3時ふみさん、9位桜のお友達さん、8位たまちゃんさん、7位アイスカフェさん、6位かいさん、5位ダブル流星さん、4位ところてんさん、3位サルキティ、3位ケンイチ、3位ティユタさんです。ありがとうございます。へーなチョコな私でも愛はいっぱい。よし、ゲストいきます。ユタさん、アイスカフェさん、なにゃかみよしさん、ユタさん、ケンイチさん、さくらのお友達さん、ササさん、七田さん、桜のお友達さん、かいさん、ダブル流星さん、さるきちさん、ふみさん、大丈夫博士さん、すちさん、ずっこさんです。ありがとうございます。あり、ごめん、そう、今日終わりなの、ごめんね。お、舞台見て帰り、楽しんできたかい？いいね、充実してしてたかな一日。はい、まあということでね、今来たばっかりの方ごめんなさい。本日はね、ポンコツヒカルンのこのゆるいゆるい配信でお届けしました。どのくらい配信してた私、1時間45分くらい、40分くらい、1時間40分くらい、2時間ないくらいかかな。はいね、楽しんできた、よかった。はい、まあということで、そう、のんびりできました。私もね、そう、何もしてないけど今日ののんびりはできた、それ以外何もしてないけど。はい、そしたらね、今日もね、見に来てくださってありがとうございました。そして一日ね、皆様お疲れ様でした。それではまた次回お会いしましょう。ねえ、ゆるい配信にね、付き合ってくれてありがとうね。またね。おやすみ、みんな。ゆっくり休んでね。ありがとう。おやすみなさい。えへ。ありがとう。